怖っ。いつでも自殺できんな。いつでも自殺できんな。お待たせいたしました。ゲームプレイのゆうき発車です。ひと駅だけで1300本日はご乗車ありがとうございます。この列車は今月13時32分黒谷まで釣り方面ゲームプレイのゆうきです。途中黒谷には13時55分到着。黒谷到着13時55分
注意ください。このトンネルを抜けたら右側にご注目。うなずき湖です。あ、見えました。湖面橋の鮮やかな赤を映す湖の緑、コントラストが綺麗ですよね。大雨の後などで湖面が濁っていることもありますが、そんな時はごめんなさいね。列車はいよいよ大和東京国と先人たちが作った建造物が織りなす広辺ならではのダイナミックな風景の中に入ってまいります。湖上に浮かぶお城をイメージしたんですって。どうでしょう、確かにヨーロッパのお城みたいに静かな威厳のある佇まいですね。列車がカーブに立ちかかると車輪とレールからキーキー音が鳴ります。彫刻が険しく急なカーブが多いためで、車輪に大ぶさに乗り越えたり、レールに油を塗ってキーキー音を緩和させています。
渡る様子を見ることができます。どうです？お客さんいましたか？
ご利用です。ここで鉄橋を渡りますと、中部山岳国立公園内へと入ります。この公園は、富山、新潟、長野、岐阜の4県にまたがっていて、日本を代表する山岳公園なんです。まだ折れへんねん。まだ折れへんねん。まだ折れへんねん。うわ、かっこ。列車の前に突然動物が飛び出して急停車。なんてこともありません。
はい、お願いします。はい、サブ寒かった。俺でしょ、ルンダ。え、あ、外人もいるわ。600m 開くと、どこ行くの？上がったか。え？どこなる温泉？